この CD は以下の順で流れます。2倍速の中国語、ナチュラルスピードの中国語、日本語訳、遅めの中国語、最後にもう一度ナチュラルスピードの中国語の順です。2倍速の音声はそのまま聞き流してください。リスニングにとても効果的です。2倍速の音声の後に流れるナチュラルスピードと遅めの音声はしっかり声に出してシャドーイングしてください。会話力が身につきます。それでは話し手になりきってシャドーイングしてください。ユニット14-3、基本表現。目的語に処置の意図が加わり、どういう処置をするのかを表す表現。何々を何々する。我把那件事忘了。我把那件事忘了。我把那件事忘了。私はその件を忘れました。我把那件事忘了。我把那件事忘了。你把房间打扫一下。你把房间打扫一下。你把房间打扫一下。部屋をちょっと掃除しなさい。你把房间打扫一下。你把房间打扫一下。我想把这些衣服洗一洗。我想把这些衣服洗一洗。我想把这些衣服洗一洗。私はこれらの服を洗いたいです。我想把这些衣服洗一洗。我想把这些衣服洗一洗。他把单词背得很熟。他把单词背得很熟。他把单词背得很熟。彼は単語をしっかり暗記しています。他把单词背得很熟。他把单词背得很熟。我把水果放在冰箱里了。我把水果放在冰箱里了。我把水果放在冰箱里了。私は果物を冷蔵庫に入れました。我把水果放在冰箱里了。我把水果放在冰箱里了。我已经把这篇文章翻译好了。我已经把这篇文章翻译好了。我已经把这篇文章翻译好了。私はこの文章を翻訳し終えました。我已经把这篇文章翻译好了。我已经把这篇文章翻译好了。我没把照相机带来。我没把照相机带来。我没把照相机带来。私はカメラを持ってきていません。我没把照相机带来。我没把照相机带来。我不想把这个消息告诉他。我不想把这个消息告诉他。我不想把这个消息告诉他。私はこの情報を彼に教えたくありません。我不想把这个消息告诉他。我不想把这个消息告诉他。我把那件事忘了。
我把那件事忘了。你把房间打扫一下。你把房间打扫一下。我想把这些衣服洗一洗。我想把这些衣服洗一洗。他把单词背得很熟。他把单词背得很熟。我把水果放在冰箱里了。我把水果放在冰箱里了。我已经把这篇文章翻译好了。我已经把这篇文章翻译好了。我没把照相机带来。我没把照相机带来。我不想把这个消息告诉他。我不想把这个消息告诉他。